唐川祐おのれは、千葉県成田市出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズに所属。父親の方針で小学校入学当時は空手を、始め、成田市立成田小学校3年から青少フォックスに入団し野球を始める。以来一貫して、投手を務めている。小学校6年で、千葉県大会ベスト8。 成田小学校の2学年上に女子マラソン選手の田中智美がいた。中学では熱心な誘いを受けていた、競合シニアリーグのチームには入らず、成田市立西中学校の軟式野球部に入部。これも体ができていないうちから高級での野球をさせることに反対していた父親の方針からだった。中学3年時には、K ボール成田市選抜のエースとして、 全国大会準優勝を果たした。2007年3月26日第79回選抜高等学校野球大会、高領高校戦にて、高校は成田高等学校に進学。小学生の頃から成田高校の試合を見に行っており、当然のようにここに入るのだと思っていたのだという。入学後ブルペンでの投球を見た小島春信監督が1年生ながら、 その抜群のコントロールに驚き、急遽4月第2週目の練習試合で投げさせたところ、2イニングで6奪三振といきなり非凡な才能を見せた。1年末から、ベンチ入りし、同年秋の関東大会から、背番号1をつける。秋の千葉県大会決勝では、岩崎賞をする、私立船橋校に勝利。続く、関東大会では、 成田高校の初優勝の原動力となり、同校の選抜初出場を確実にし、明治神宮大会にも出場した。2年時の第78回選抜では、1回戦の小松島高戦で10奪三振を奪い完封し、一気に知名度を上げた。2回戦は、新高学園校に0から2で赤敗。優勝候補と目されていた夏の千葉大会では2回戦で、 先発するも、私立稲毛げ校に敗れ、初戦敗退に終わった。3年時の第79回選抜では、初戦で延長12回の末、同年夏に準優勝した高良校に敗戦。夏の千葉大会は4回戦で、東海大浦安高と対戦。同大会28イニングス目で初となる失点を、喫し、延長14回の末、0から1で敗戦。 当時バッテリーを組んだ西田和也保守が得点できなかったことを謝罪すると自分が0点に抑えたら負けなかったと答えたという夏の甲子園出場は逃したものの県大会で投げた3試合で35奪三振とその力を十分に見せつけた甲子園での通算成績は1勝2敗防御率0.90だった 高校生のドラフト候補として、大阪桐蔭校の中田翔、仙台育英校の佐藤祐希と共に、高校ビッグ3と呼ばれ、2007年のプロ、野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズと、広島東洋カープから一巡目指名を受け、抽選の結果、地元、ロッテが、交渉権を獲得。同年11月6日、契約金9000万円、年俸1000万円で、 仮契約が成立した。背番号は、19。2009年11月 U-26、NPB 選抜2008年4月23日、高校ビッグ3の中で最初に一軍登録。4月26日の対福岡ソフトバンクホークス、1000でプロ初登板、初先発し、7回無失点で、ドラフト制導入以後ではロッテ球団史上初の、 高卒新人プロ初登板初先発初勝利を果たした。また、この勝利は、平成生まれのプロ野球選手の勝利投手第1号でも、あった。5月3日のプロ第2戦となった対埼玉西部ライオンズ戦では、高卒新人として、ドラフト制度志向後初の無支給関東を達成。5月13日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦でも8回に失点で、デビューから3連勝を飾った。しかし、交流戦は4試合で0勝1敗、防御率8.05と打ち込まれると、以降は不調に終わり、規定等級回到達はならなかったが、高卒新人ながら5勝4敗、防御率4.85の成績を残した。2009年は、開幕から、 先発ローテーションに入り、5月10日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初完封を果たすと、5月19日の対横浜ベイスターズ戦は9回1失点と2試合連続完投で4勝目を挙げたが、以降は援護に恵まれず、21試合に先発し、5勝8敗、防御率3.64の成績を残した。中9日で挑んだシーズン最終戦の、 大楽天戦では、6回1、3応後失点で降板。規定投球回まで、あとに、3回届かなかった。2010年も開幕から、先発ローテーションに入り、3月22日の対、西武戦で9回に失点と完投で、シーズン初勝利を挙げた。しかし、5月13日の対横浜戦で、竹山慎吾の放った打球を右手に受け、 中指を骨折。5月15日に出場選手登録を抹消された。8月12日の対日本ハム戦で復帰し6回に、失点で勝利を挙げると、8月19日の対日本ハム戦では、プロ2度目の完封勝利。次戦でも勝利を挙げ、復帰後3連勝となったが、9月1日に、右肘の針で、出場選手登録を抹消され、レギュラーシーズンを終えた。 最終的に6勝3敗、防御率2.71という成績を残したが、規定投球回到達はならなかった。日本シリーズ第4戦で69日ぶりに登板し、平成生まれとして、初の日本シリーズ登板を果たすも3回1、3を2失点で降板した。2011年は、3年連続となる、開幕先発ローテーション入りを果たし、4月20日の対、 西武戦でシーズン初勝利を、プロ入り三度目の完封勝利で挙げた。前日に、ナルセ・久シヒサも完封勝利を挙げており、球団では1996年に、ヤブタ・ヤスヒコとエリック・ヒルマンが、対近鉄バファローズ戦で達成して、以来、15年ぶりの、2試合連続の、関東完封勝利となった。5月14日の対楽天戦、6月28日の、 対日本ハム戦でも完封勝利を果たすなど、前半戦だけで8勝を挙げ、自身初となるオールスターゲーム出場を果たした。後半戦も白星を重ね、最終的に24試合に先発し、リーグ7位タイの12勝、同6位の防御率2.41、同3位タイの3完封をマークし、自身初の2桁勝利と規定投球回数到達を達成した。 2012年は4年連続となる開幕先発ローテーション入りを果たすと4月14日の対ソフトバンク戦では同世代の岩崎翔と投げ合い7回に3まで完全投球を見せるなど9回4安打1失点で2勝目を挙げた6月に右肩の違和感で出場選手登録を抹消されたが前半戦は12試合に登板8勝2敗 防御率2.66と安定した成績を残し2年連続でオールスターゲームに選出された。しかし7月14日に右肘の違和感で登録抹消。その後右肘内側人体炎と診断されオールスターゲーム出場は辞退。そのまま一軍に再昇格することなくシーズンを終えた。2013年は5年連続となる。 開幕先発ローテーション入りを果たし、シーズンを通して、不勝離脱することなく、先発ローテーションを守り、自己最多となる27試合に先発。二桁勝利はならなかったが、チーム最多タイの急勝、防御率4.18の成績を残し、チームで唯一、規定投球回をクリアした。10月14日には、クライマックスシリーズファーストステージ第3戦に先発。 5回0、3を1失点で、クライマックスシリーズ初登板初先発初勝利となり、ファイナルステージ進出に貢献した。ファイナルステージでは、第4戦に先発するも、1回1、3を3失点で降板となり、チームも敗退した。2014年は、6年連続となる、開幕先発ローテーション入りとなるが、不調で開幕から5連敗。2回1、 3を7失点で越された、翌日の4月13日に、プロ初となる中継ぎ登板も経験した。2軍降格も経験し、7月1日の対ソフトバンク戦でシーズン初勝利を挙げたが、その後も6試合勝利を挙げられなかった。しかし、8月20日の対オリックス戦では2番手で登板し、2回後奪三振無失点でプロ初ホールドを記録すると、 中3日でソフトバンク戦に登板し、7回無失点で2勝目を挙げた。その後は4試合に先発し、2勝1敗。9月26日には2年ぶりの関東勝利を挙げた。最終的に4勝9敗1ホールド、防御率4.66の成績を残した。2015年は7年連続となる開幕先発ローテーション入りとなったが、初先発となった。 対日本ハム戦では3回1、3を8失点と乱調で、翌日に2軍降格。最昇格後は、援護にも恵まれ3連勝となるが、波に乗り切れず、8月15日の対オリックス戦で、2回、4失点で降板してからは、投板機会がなく、12試合の投板で5勝4敗、防御率は、自己アーストの6.32二に終わった。2016年は、 キャンプから2軍で過ごし、ルーキーイヤーを除いて、初めて開幕先発ローテーション入りを逃したが、5月6日に1軍昇格。後半戦に先発ローテーションに定着し、8月11日の大楽天戦で5年ぶりの完封勝利を挙げた。最終的に15試合に先発し、6勝6敗、防御率2.84の成績を残した。2017年は開幕から、 先発ローテーションに入るも、開幕7試合で1勝6敗、防御率4.89と不安定なピッチングが続いたが、その後もシーズン通して先発ローテーションに定着。最終的に21試合に先発し、5勝10敗、防御率4.49でシーズンを終えた。特にオリックス戦は6試合で3勝0敗、防御率は1.89と相性が良かった。 2018年は4月中盤から先発ローテーションに加わったが3試合全て自責点4で3連敗しに軍落ちを経験する7月5日の対オリックス戦で先発登板しシーズン初勝利を挙げたが先発登板はこの登板が最後となりシーズン後半から中継ぎに転向 8月7日の対ソフトバンク戦で4年ぶりにリリーフ登板し、シーズン初ホールドを挙げると、以降21試合で1失点、防御率は0.36と、中継ぎとして新たな新境地を開拓し、ここ数年の低迷から復活の一歩を踏み出した。シーズン成績は1勝3敗4ホールド、防御率2.83で終えた。2019年は、中継ぎとして開幕1軍入り。 勝ち試合の8回を任され、開幕から7試合連続無失点を記録した。前半戦最終戦となる7月10日の対、日本ハム戦では、マイク・ボル・シンガーが右足念座により登板回避した。影響で、ブルペンデーの一番手として1年ぶりの先発登板。1回を無失点に抑え交代した。しかし、シーズン後半に入ると失速。 特に8月は6試合の当番で、防御率17.39と打ち込まれるなど、甲不調の波が激しく、最終的に5勝3敗14ホールド、防御率5.26で終えた。2020年は、当初は先発として、シーズンを迎えた。しかし、開幕から8回を任されていた J. ジャクソンが7月8日に、 対談したことで、7回を投げていたフランクハーマンが8回に配置転換。しかし、7回を投げる選手が流動的になり、7月終了時点の救援防御率が4.39と低迷したことで、7月29日にリリーフとしてシーズン初の一軍昇格。8月9日の対オリックス戦でシーズン初ホールドを上げると、以降は勝ち試合の7回に定着。 9月23日の大楽天戦で浅村坂江に、ツーランホームランを打たれ、敗戦投手となるまで、17試合で無失点、防御率0.00と完璧な投球を見せた。その後も、ハーマン、マスダ、途中加入の沢村拓一らと共に、リリーフ陣を支え、チームの救援防御率は、リーグ2位の3.30となった。最終的に32試合に登板。 一勝一敗、14ホールド、防御率1.19を記録し、チーム13年ぶりの2位、4年ぶりの A クラス入り、クライマックスシリーズ進出に貢献した。クライマックスシリーズでは、第1戦、第2戦ともに登板し、共に無失点に抑えたが、チームは敗戦した。シーズンオフには、2018年に獲得した、海外 FA 権を行使し、 国内移籍することを検討していることが報道されたが12月4日に残留することが発表され同21日には1800万円増の年俸8000万円で複数年契約を結んだ里崎智也は地元から千葉ロッテに入団して成田に講演会のある唐か川かが国内 FA 遺跡なんて最初からすると思わなかったとの見解を示していたが仮に 国内移籍したら、ロッテやばいなって思ったと語っている。2011年、QVC マリンフィールドにて2013年頃より、ストレートの急速が低下し、成績も悪化気味であったため、2016年頃、さらに2019年頃を境に、二度大きな、モデルチェンジを果たしている。2019年以降、現在までは、 時速 140km 半ばのストレートと、ストレートとほぼ同じ軌道を、急速のカットボールを中心に、同急速のスプリット、大きなカーブを交える投球スタイルに変化。2020年は、スプリットの変化を大きく、また以前も使用していた、チェンジアップを投げるなど、マイナーチェンジしている。2015年以前は、平均急速約時速 139km。 時速 136km のストレートとスライダーを軸に平均球速時速 101km のカーブ、チェンジアップをバランスよく投げ分け、稀にシュートも混ぜる投球スタイルであった。その間の2016年から2018年頃は平均球速を高校時代の最速である時速 148km に近い時速 140km 台半ばまで戻した。 ストレートとスライダー、カーブを軸とし、稀にチェンジアップ、シュート、フォークを投じる投球スタイルであった。相手打者からはストレートとスライダーの腕の振りが、全く一緒で、タイミングが取れない、ストレートの速度表示と体感速度が違うと評される。直球は速いが、速球派というほどではなく、変化球は多彩だが視界から消えるほどではない。しかし、 なぜか打てないと言われるピッチャーと言われていた、ドラフト1位の大物ルーキーということで注目されたが、プロ入りまでクイックモーションができなかった。成田高校、小島監督はクイックを教えることで、フォームのバランスを崩してしまうことが怖かったと語り、プロ入り後にクイックを習得した。ザウの名は、大前自弱。父親の好きな言葉でもあるという。 唐川の名字と組み合わせると、努力すれば耐性する画数ということで、唐川家の子供の名前は自覚を八角プラス三角に、なっているという。飼い犬のへしゃげも同じく八角プラス三角。母親曰く、控えめな、ほわっとした子で、プロ野球選手になるとは思っていなかったという。また、中学三年生時点で、進路希望に、公務員と書いた。 両親が安定した職業について欲しいと考えていると思ったからだという。ロッテ新人寮に入寮する際、アザラシの形をした抱き枕の白タンを持参し話題に。ロッテのユニフォームを着たコラボ商品マリーンズ白タン抱き枕やマスコットが制作され、2009年の新春初売りイベントで発売したところ5分で完売した。爪が割れやすい体質であり、 ネイリストの経験がある姉に定期的にケアをしてもらっている。2016年7月に一般女性との結婚を公表した。ありがとうございます。